エレアパークのリングネームで知られるアドルフォ・タピアはメキシコのプロレスラー。コアウイラ・シューモンクローバ出身。かつてはラ・パルカとして活動していた。ニックネームは骸骨仮面。エル・イホ・デル・シエン・カラスは兄弟ではないかと言われている。おじにボラドール改め、スペル・パルカ。重邸にボラドール・ジュニア。息子はブラック・スピリット。アルベルト・モーラや。 ラウル・レイエスのコーチを受け、1982年に本名でデビュー。1985年2月17日のエル・ミネロ時代にクライマックス2号にコントラマッチで破れ素顔になる。1988年8月3日のエル・アサシノでテピート時代にもアストロデオロに破れ素顔になっている。1991年6月26日のインバーソル デルノルテ時代にもストゥーカーにブれ素顔になっている。1992年5月に、トリプル a の旗揚げ戦に、ルードの骸骨コスチューム、ラ・ッパルカとして登場。1994年にナショナルライトヘビー級をダッシュ。同年11月、新日本プロレスの、トリプル a ルチャワールドに初来日。 1995年5月に WCW と契約。1998年の結成のエディ・ゲレロを中心としたルオのメンバーとして活躍。2000年に WCW 回顧。2002年に全日本プロレスファンタジーファイトレッスルマイナスイに来日。2003年11月にも全日本プロレスに来日。ラッパルカオリジナルとして。 パルカゲレーラと組んで世界最強タッグ決定リーグ戦に参戦した。その他にも CMLL、XPW、MLW、アワなどを転戦。2004年には LA パー K の名でティエネに参戦メキシコではトリプル a を退団したため同団体がラパルカの商標権を持つため名前が使えずエレアパークの名で CMLL に登場。2008年は CMLL2009 年からは AAA に復帰。しかし、AAA にラ・パルカとして活動するレスラーがいるため、AA でもエレアパークの名前を継続使用している。他、メキシコの団体のタイトルを多数獲得。ありがとうございます。